久しぶりです、トーマスです。今日はね、男性が女性の食事代を払うべき理由っていうのを解説をしていきたいと思います。トーマス、ついにここに手を出します。お前オタクやろ、オタクが調子乗んなって言われたら返す言葉はないんやけど、もうね、見てられへんのよ。というかこの話題ってツイッターとかウェブ上でこすられまくってるし、一生同じ話をしてんのよ。なんなら数百数千年前から続いてるし、歴史学者に言わせると原始時代から払うべきウホって言われてるらしい。だからね、もうこれっきりにしてほしいというか、俺に言わせるとみんなね、議論が明後日の方向を向いてしまってるというか、本質を捉えられていないのよ。だから今日はこの動画で議論に終止符を打ちます。そんな俺の結論、こちらです。射止めるために投資をしろと。そうなんです、投資なんです、投資なんです。どうしてなのか見ていってもらえればと思います。で、まず結論、繰り返しになるけど、男性は女性の食事代を払うべき、ここに議論の余地はないんです。というのも、あなたが女性と食事に行く目的何ですか？ご飯が食べたいからですか？ノン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 。嘘をつくな。食事の本来の目的、それは女性を射止めることなんです。つまり食事代というのは女性を射止めるための投資に過ぎないんです。食事代なんてのはおまけでしかないってこと。そして女性にかかる食事代いくらですか？4000円ですか？5000円ですか？6000円ですか？それが決して安い金額だというつもりはないが、その数千円のために女性からの制約率を下げるべきではないというのが俺の意見ではない、世界の真理。これは世界の真理です。なぜなら男性にとって女性の優先度っていうのは人生で最も高いからなのよ。あのね、これ違うっていうのはもうやめてほしい。あのもうね、ちょっとね、現代人は賢くなりすぎて逆にバカになってしまってるところがあるんやけど、例えばさ、うん、女性なんかいらない、俺は一生趣味に行きたいんだとか、私は世界平和を企んでおりますとか、地球環境を守りたいとか、これらの話題は全て人類ありきなのよ。なのにそれをすっ飛ばして話をしてしまっているから、おかしくなってる、逆にバカになってるっていう話。違うね。一番重要な課題、自分の胸に手を当ててもう一度考え直してほしい。そうしたら DNA から聞こえてくるはずやね。子孫繁栄が最重要課題であると、これ絶対忘れんといてほしい。ただこういうこと言うと、ここにもありがちな反論があります。そうなんです、あのね、令和っていうのは男女平等ではないのか。こう言いたい気持ちわかる。もうね、女性の社会進出進んでおります。その結果男性の収入が相対的に減少をしてしまっているならば、女性も収入に応じて食事代を払うべきではないのか。これ至極真っ当な意見に聞こえてくるんやけど、全然違うね。あのね、こういうところで足踏みをしてるからずっと議論が先に進まないのよね。というのもね、脳裏に焼き付けてほしい言葉があります。それは、あなたの敵は女性ではないということ。そうなんです、これらの男性と女性の議論っていうのは全て本質を捉えていないんです。女性は社会進出しているんだから収入格差はないはずだ、お前も払えとか、巷の女性はこんなにも自分にお金をかけてるんです、髪、メイク、ネイル、肌、服、カバン、もろもろ一体いくらかかると思ってるんですかとか、全てどうでもいい話題です。こんな話をしてるから前に進まない。俺が今から本質を伝授します。それがこちらですね。敵は男性だと心してください。あのね、議論の本質っていうのは女性ではないのよ。どれだけ女性が収入が増えようが、どれだけ女性が自分に金をかけてようが関係ないんです。全てはその女性を他の男性から奪えるかどうか。つまり敵は男性なんです。敵は本能寺にあらず、会議室にいたんですね。だから我々男性陣が考えるべき基準がこちらですね。他の男がやってるか否かなんです。なぜなら、そう、他の男から奪えるかどうか。だから女性問題の本質は他の男性との競争なんです。つまりペットボトルの蓋を女性のために開けてあげている男がいたんですよ。なーにじゃないね。ならば俺もやんねん。そして常に階段の下に一度って女性が落ちた時にサポートできるみたいなキザなことをしている男がいれば俺もやんねん。さらに運転常に女性のためにしている男がいれば俺もやんねん。だけじゃないよ、花束渡して女性を喜ばせてる男がいたら、おお、これもわかるな、俺もやる。そして一番最後、食事代を女性のために払っている男がいるんであれば、もうこれ言わんでもわかるな、やんねん。なんでやるかわかる？やらんと他の男に取られるから。いや、でもこんなことばっかりやってたら女性が付け上がる一方になるんじゃないの？もっと女性に厳しくしないと。ああ、そうさ、間違いなく女性は付け上がるさ。これらを男性が女性をもてなすために競争してやり続けた結果、女性は間違いなく
くやってもらって当然だと思うさ。自助努力を放棄するだろうさ。女性の無能化を促進するし、女性の社会参加が遅れるだろうさ。でも関係ない、女性はこの議論には入っておりません。我々はこれですね、男性と競っているんです。男性がやるんであれば俺もやらないと、他の男性に女性が奪われるからやらざるを得ない。その結果副産物として女性は間違いなくつけ上がります。それが今の令和の社会なんです。あなたが女性を獲得するためにもライバルが男性だということを見失ってはいけないんです。まだ悲しいお知らせが続きます。実は食事代の支払いは足切りラインでしかないんです。あんなに頑張って働いて稼いだお金で女性の食事代を払ったところで好感度がプラスになることはないんです。そこでようやくプラマイゼロ。なぜなら食事代の支払いというのは女性に対する気遣いの中では最も簡単なレベルに位置するものだからこそ、ほぼ全ての男性が食事代を払うことになるからです。みんな払ってくれるんであれば、払ってくれる食事代にありがたみなんか感じるはずがないという話。食事代を払われて当然の女性たちの出来上がり、ようこそ令和へ。全然番犬の役目を果たせてない番犬がいる。こんな残酷な世の中でも我々男性陣は生き抜かないといけないのよ。つまりどういうことか、食事代の支払いっていうのは好感度を下げないだけなんです。食事代を払ってしかも楽しませないとその後の制約はないと思ってください。なぜならこれは当然だからです。これで好感度が上がることはないからなんです。ここが重要になってくるんです。その結果多くの男性から阿鼻叫喚の声が上がっています。金払ったのに楽しませることができなかった、結果制約できませんでしたと。これらの責任は誰にあるんですか？付け上がった女性陣ですか？いや違う、それは議論の本質を捉えられていない。本質はこちらです。全て男性陣が悪いんです。我々が競争をしてもてなし合戦をした結果、自分たちの首を苦しめる羽目になってしまったんです。だから女性を敵視するのは間違いなのよ。敵視すべきはもてなしすぎている男性なんです。ただここで男性陣に朗報です。ちょっとだけ考え方を変えてほしい。食事代の負担でかいなーっていうところにフォーカスするんではなくって、食事代なんてのはそもそもコストのほんの一部でしかないじゃないかって切り替えてほしいのよね。なぜなら女性いろいろ投資してるという話はもう散々ツイッターとかウェブ上で聞いてるとは思うんやけど、実は男性陣も女性を射止めるためにたくさんの投資をしていたりします。その一例がこれにはなるんやけど、今回の食事代もちろんのこと、その食事を食べに行くための時間、食事をしている間の時間、ここもかかってますよね。でその食事行くにあたってヘアセットしてないですか？しますよね。なんなら普段からボディラインを維持するために筋トレしてる人少なくないでしょう。脱毛だってしてるかもしれない。その上で楽しい会話をするための努力もしまくっているはずなんですよね、男性陣の皆さん。つまりたくさん投資してます。たくさん投資してる中で食事代だけに目くじらを立てるのは気を見て森を見ずの状態になってしまってんのよ。これだけやってる、これだけ努力してるんだから別に食事代を惜しんでる場合ではないよね。ほんの一部やん。もうむっちゃ頑張ってる、むっちゃお金かかってるよ。他にも一方でいつも議論の的になってる食事代なんてのはせいぜい数千円でしかないわけよ。しかもこの数千を惜しむと無駄に制約率が下がってしまうんです。これだけ頑張っていながらここだけ惜しんで全体の制約率を下げるというのはまともな投資判断ではないですよね。だから我々にとって食事代なんてのは大したコストではないのよっていう朗報というか、まあ暴論みたいにもなってるけど、一応全体を見渡すとそういう見方もできますよっていう話。だからここでもう一度最初の結論を繰り返します。男性は女性の食事代を払うべき。なぜなら食事の目的は女性を射止めることであり、食事代は女性を射止めるためのほんの一部の投資に過ぎないから。たった数千円の食事代のために他頑張ってる数々の投資を無限にしてまで制約率を下げるべきではないという話。同じ言葉なのにものすごい身に染みるよね。こういう社会の仕組みがあるのよ。お手や言うてるやろ、お手お手お手で、ここまで説明をすると迷える子羊たちの頭に一つ質問が浮かぶかもしれない。男性は全ての女性に食事代を払わないといけないの？って。でもね、俺に言わせるとこの質問が間違ってる。正しくは興味のない女性と食事に行ってはいけないってことやね。なぜならここまでの話を聞いてもらえばもうわかると思うけど、それは誤った投資だからなのよね。そうなのよ、食事代を払う払わないの話ではないのよ。女性に払う食事代はその女性を射止めるための投資なのよね。ならば興味のない女性と食事に行くこと自体が誤りだという話。もうこの株絶対に上がりませんって言われてんのになぜ買う？このゲーム絶対
対おもんないって言われてんのになぜ買う。もうね、負けが見えてんのよ。つまり言った時点で負けなんです。お互いにただただ時間を無駄にするだけなんです。だからこの質問、男性は全ての女性に食事代を払わないといけないんですかという質問に答えるのであればノーです。そして払わなくていい食事例他にもございます。意中でない相手との食事、まあまあもうなぜそこに行ったっていう話であるんやけど、まあまあ友達関係とかもありますわ。そういう方と食事をしてる時に払うのはやめましょう。無駄です。あのね、相手にあらぬ期待を持たせてしまう可能性もある。それは相手にとっても毒やから。とか職場の同僚ですね、お昼ランチ時間にみんなと行かざるを得なくなった、その中に女性社員もいます、その人との食事払う必要全くございません。なぜならそう、投資として成立してないのよね。別に興味ない相手にお金払ってもしょうがないからね。そして最後、これちょっと変化球があるんやけど、意思表示を示したい場合の食事、これも払わないでください。例えば最初興味があって食事に誘って食事に行きました。でももうあまりにもひどいと、こんな女もう金輪際願い下げじゃっていう意思表示を示したい場合にはあえて払わないっていう手段も有効です。なぜならそこでスパッと関係が切れるから。二度と相手から連絡は来ないし、それを望んでいるんでしょ。じゃあ払わなくていいよ。大丈夫ですね。ここまで。これで迷える子羊はもう一匹もいないですね。それかまだいるのか。はい、いましたね。そう、なぜ男性ばかりが求められてしまうんですか。なぜこんなに社会は生きづらいんですか。なぜ男性の自殺率がこんなに高いんですか。なぜ男性は金を稼いでこないと価値がないと見なされてしまうんですか。こういう不満抱いてる方たくさんいらっしゃるかと思います。ただあのね、それに関しても本質が見えていないと、言わざるを得ないですね。違うんですよ、答えはこちらになります。女性は男性に生活力を、一方で男性は女性に若さを求めてるんです。つまりお互い様なんです。これ言ってる人は本質が全然見えていないです。というのも、まあ、生物学的なっていう風に前置きを一応しとくけど、まあ、俺はそうは思ってないんやけど、女性の価値っていうのは繁殖力です。だから35とか30までとか残酷すぎるボーダーラインが引かれてるわけでしょ。それを求めていながらこっちが生活防衛力を提供するのを拒否するっていうのはお門違いなのよ。そしてこのお互いの需要に関して女性の価値は一目で分かってしまうね。若いかどうかっていうのはパッと見でわかります。逆に男性の価値、これは非常にわかりにくい。誰が一体金を持ってるのか、誰が金を稼ぐ能力が高いのか、誰が生活防衛力が高いのか。これが原始時代であれば身長の高さとか筋肉量っていうのがヒエラルキーの頂点に位置してたから一発でわかったんやけど、現代社会は経済力に置き換わってしまったからわからないのよ。だから女性はまずは食事代で男性を測るようになったんです。いかに気前よく金を出せるか、少額を出すことを惜しまない男性成果をそこで見ています。この等価交換によって実は世の中対等になってるんです。お手お手聞こえてんのは分かってんねんぞ。でこっからはもう本当の朗報になります。あの勘違いしてる人意外と多いんやけど、食事のグレードっていうのは別に高すぎなくて OK です。もし今現在女性との食事の支払い額2人合わせて1万円を超えているんであれば、もしかするとそれは高すぎるかもしれない。というのもあのね、1人5000円前後もあれば十分です。そしてお店に関してもさすがにマクドとかサイゼとかその辺は論外ではあるんやけど、例えば鳥貴族、ちょっと迷うけどね、ここは花の前迷うかな、塚田農場赤から、もうこの辺なら全然 OK よ。でしかもこの辺ならしっかりお酒飲んでも2人で1万円に収まります。だから食事代をそんなに恐れないでほしい。あくまでも食事代っていうのは足切りラインを超えるための投資でしかないっていうのは何回も言ってる通りではあるけど、ならば投資額は最小限に抑えるに越したことはない。そしてその金額は1万円で十分なんです。大丈夫、怖がらなくていいから。俺がいるから。というのももうこれあの体感で分かってる人多いと思うけど、食事のグレードっていうのは成約率に全く影響しないです。低すぎなければ OK です。例えば1万円のとこ行った場合と5万円のとこ行った場合で成約率は変わりません。それ以上にその時間その空間が楽しかったかどうか、これが明暗を分けます。だから食事代1万円のところを選べたのであれば、あとはいかに楽しませられるかに集中をしてください。そしてこれだけで朗報は終わりません。さっきのところ朗報1って書いてあったな。そうなんです、朗報2
がございます。それがただ飯に来てくれるイコール、これはもう価値のサインだと思って大丈夫です。というのもあのね、女性ただ飯食べるの鬱陶しいなみたいに言ってる人いるかもしれへんけど、それもね本質を全然捉えられていないところではあるんやけど、女性だって別にただ飯だとしても嫌な人は嫌なのよ。例えばさ、俺がさ公園でラジオと犬を連れててこういう感じで歩いてるおっさんに一緒に飯行こう払ったるからって言われても俺は余裕で断る。なぜならそんな相手とただ飯に行くぐらいなら一人でマクド食ってる方がはるかにマシやから。別にね、飯がタダであることにそんなに価値はないねん。現代日本非常に恵まれた豊かな国です。400円500円を出せばお腹がいっぱいになるのに、ただ飯だからといってわざわざ好きでもない人と飯を食う必要があるだろうか。いや、ない。逆に言うと、女性がただ飯に来てくれるイコールあなたに好意がある証拠です。少なくともあなたと同じ時間を過ごしてもいいと思われているということは未来があるのよ。そしてその女性を誘う目的は何ですか？そうです、その女性を射止めることなんです。ならば数千円の食事代で揉めることがいかにナンセンスかがお分かりいただけるかと思います。だからツイッターとかウェブ上で食事代論争っていうのがこれだけ繰り返される理由、その本質は投資先のミスにあるんです。あのね、当たり前のことを言わせてもらうんやけど、食事代を払いたい女性との食事、これ払いたいな。なんか逆に食事代を払いたくない女性との食事、これ払いたくないよね。これなのよ、これが答え。だからね、俺が聞きたいのは、なぜ意中ではない女性と議論してるのっていう話。だってさ、現実世界では食事代を払いたい女性との食事しか起こり得ないわけよ。つまりこっちのパターンはないのよね。なのになぜわざわざ意中でもない女性を SNS とかウェブ上で探し出して殴りに行くのか、俺には意味がわからん。だってこんなやつ現実にはおらんもん。ウェブ上で話してるこういう人と食事に行く機会なんて絶対ないから。だから投資先をミスってるっていう話。こっちに投資すればいいね。こっちに投資することはないね。なんでこっちに投資する話をしてんの？ということなので、俺の中に食事代論争なんてのは存在しません。払いたい人としか食事に行ったことがない。だから払って当然やと思ってる。これが答えです。これ以上の話はないです。だからもうこれ気にしてください。そしてこの論争にウェブ上で憤っている男性陣の方々、ぜひとも食事に行く女性を見直してください。あなたの投資は間違っています。さらに言うなら、この論争にウェブ上で憤っている女性陣の方々、食事代を投資してもらえなかった自分を顧みてください。それがあなたの価値です。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえれば、グッドボタンとあとチャンネル登録をお願いします。あとガジェマガっていうブログ運営をしていて、こちらも3日に1回で更新しているのでチェックしていただけるとありがたいです。あと書籍無駄の省き方出てます。買ってください。ツイッターやってます。フォローお願いします。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。